人形は俺らが引き受ける。くれぐれも気ぃつけてな。そちらこそ下法狩り、いや千の間合いで。あだ名を変えたばかりなのにお役御免にならないようにね。確かにな。しかしルフィナ殿から頂戴したあだ名とは。良き名を名乗られたな、グラハム卿。大きに。いろいろあるみたいだな。ロイド君、大変かと思うけど決まりや。クロスベルの今の状況では外部からの助けは当てにできん。鍵を握るとしたら、今まで君がクロスベルで培ってきた絆やろ。培ってきた絆。わかりました。肝に銘じておきます。ロイドさん、エイドさんのカゴ、それとエリーさんのこと、どうかよろしくお願いします。ええ、もちろんです。なんだ。光学迷彩機能を起動した。もちろん完璧ではないし、使用すると速度が落ちるなどのデメリットもあるがな。このまま潜入したらすぐに高機動タイプの人形が迎撃に現れるだろう。まともにやり合ってもまず勝ち目はないだろうから、5号機に引きつけてもらう。なるほど、その隙に潜入するわけか。聖杯の守り手の手並み見せてもらうとしよう。なんとか潜入できたけど、クロスベルそのものが四方と一体化しているような状況だ。ここから先は注意して動かないと、また人形が飛んでくるだろうね。この飛行艇に頼るのも限界があるということか。確かにこの船の大きさだと、地上に降りればフレロマ層を介した網に捕らえられる。そう、このままだと着陸すらできなくなってしまう。そこで七葉脈の力場の隙間を探知発見していこうと思うんだ。力場の隙間。七葉脈の力場は本来大地そのものを覆う巨大なものだ。だが大きな流れ同士の間にたまに隙間が生じることがある。なるほど、そういった隙間なら
着陸しても気づかれないわけだ。そういうことで、今いる地点がちょうどその場所ってわけさ。ウルスラ観音の中洲、前に幻獣が出現した場所の近くか。でもよく見つけられたな。異変が起きる前にアンパスと調べておいたのさ。で、少し小細工をしてからクロスベルを脱出したってわけ。なるほど。ふん、用意周到なことだ。まあ、今はここだけだから、今後も着陸できそうな隙間を探していく必要があるけどね。それでどうする？どうせ結界があるからクロスベル市には入れないけど。そうだな。それでも一度降ろしてもらおう。少しでもクロスベルの状況を知っておきたいし、ウルスラ病院がどうなっているか確かめておきたい気がする。了解。ならば降りるとしようか。ん？どうした？いや、今更ではあるけど、サイトってどうして俺たちを助けてくれるんだ？それにリベールの竜の話だと。君たち聖獣って司法をめぐる因縁については見守るだけで介入できないんじゃなかったっけ？しかり、イニシエの迷惑がある。だが、幻の司法が失われた現在、私の本来の使命もすでに終わっている。この身を縛る禁忌も薄れたゆえ、ある程度自由に動けるというわけだ。人の子らに少しばかり力を貸してやるくらいはな。なるほど。それでマフィアの軍用犬事件でも俺たちを助けてくれたのか。うん、そういうことだ。無制限の助力はできぬが、しばらくの間だけはこのまま力になってやろう。一応警察犬とやらに登録されている身でもあるし。わかった。ありがたく力を貸してもらうよ。しばらくはこのメンツで動くことになりそうだね。地上に降りたいときはアッパスに声をかけてくれ。あと、このメルカバ内部にもいくつかの設備が整っている。装備、道具、攻防機能、必要ならクルーに声をかけるといい。ああ、
ああ、一度この場所に降りてみることになったよ。それはそうと、まさか君たちにこんな背景があったとはね。全ては教会内部の対立、騎士団に批判的なエラルダ大司教の目をごまかすためでな。まさか最高位の騎士の一人が不良グループのヘッドを張っているとは誰も思わない。そりゃまあ確かにな。あ、でもテスタメントとか聖戦とかやたらと宗教かかった言葉を使ってたような気もするんだけど。そうか、かえって不謹慎な印象となってごまかせるかと思ったのだが。まあ確かに独特な雰囲気のチームだったからごまかせていたとは思うよ。それですぐにでも降下できるのか。隙間の位置は正確に把握できている。準備ができたら言うがいい。了解した。一応場所を確認するがいい。上空に戻るのか。ああ、地上にとどまったままだと感知される危険があるからね。さてと、エイドスの名において性別されし七をここにあり。あ、マーブル先生と同じ。聖杯の砲術か。大地の雇用、空の金曜、その融合をもって大いなる目より逃れる小さき聖域を改めてなせ。これは力場の隙間を固定してくれる法人さ。僕ら以外には見えないおまじないもかかっていてね。まあしばらくの間なら。なるほど。しかしマジ本当に教会の関係者なんだな。今までの言動を見てるといまいち実感がなかったけど。お堅いのが趣味じゃないってのは。それでどうする、やっぱりウルスラ病院あたりに行ってみるかい。ああ、様子を見に行こう。それと余裕があればクロスベル市の方向も。それもよかろう。ただしプレロマ草のせいで街道に幻獣が出現している状況だ。くれぐれも気をつけ。ああ、それじゃあ。
さてと。行くぞ。やっと。やれやれ。シュシュ。任せておけ。任せてくれ。つい。やっ。僕の番か。シュシュ。出直してきなよ。僕の相手じゃないね。やれやれ。それ。
よかろう。よし、エニグマ、駆動。やれやれ。いきなりだったな。しかしあんなのがいる状況で町から病院へのバスなんてちゃんと難しいかもしれないね。国防軍の装甲車とかならなんとか行き来できそうだけど。ということは市民の健康が損なわれている可能性もありそうだな。ふん、因果なものだ。ウルスラが見たらさぞ嘆くかもしれんな。ウルスラって聖女と白い狼の。で、白い狼ってやっぱりツァイトなのか。中世の時代に実在した領主をいさめた治療師の娘だね。教会でも一応聖人認定されているけど。うん、心優しき娘だった。ちなみに物語では命を落としたが、実は一命を取り留めてな。後に騎士と添い遂げて末もこの地に残っているぞ。そうだったのか。事実は小説より奇なりだね。
気に落とすよ。よかろう。えっ、行くよ。ひひせい、よかろう。行くぞ。せいとみんな大丈夫か。ここならそれ、それの舞台が警備中かな。タイミングが悪かったね。さすがにここで国防軍に見つかるわけにはいかないか。まあ避けた方が無難だろうね。もっともいつになったらいなくなるかはわからないけど。どうやらこの病院内にキヨがいるようだな。マジかい。かすかに匂いを感じる。それ以外の支援課のメンバーはいないようだな。まさかティあれからどこかで怪我を負って入院を。そこまでは私の鼻でもわからぬ。さすがに少々心配だな。一体どうしたら。少し裏技になるけど、ここで兵士たちと交戦しても増援を呼ばれずに済むかもしれない。本当か。何やら手立てがあるようだ。まあね。どうするロイド。言うまでもない。すぐにでも仕掛けよう。何としてもティオの様子を確かめないと。やるか。それじゃあ電光石火でケリをつけるとしようか。例の支援課のバニングスが逃亡したままなんだからな。たかが捜査官一人に何ができるってんだ。とっくに外国あたりに逃げ出してるんじゃないか。しかしとんでもない化け物を連れてるって噂だが、第4連隊の連中が食われたってのは本当な。ただのデマだろ。そんなことよりせっかくだからイリアの顔を拝みたいよな。確かまだ入院してるんだろ。ああ、そのはずだぜ。とっとと怪我を治してもらって復活してほしいんだが。それは同感だよ。ロイド・バニング本当に現れるとは。やれやれ、化け物とは失敬だ。いや、あの元の姿を見たらさすがに仕方ないんじゃない。
争うつもりはない。だが立ちふさがるのなら遠慮なく撃破させてもらう。生意気な召集だ。一気に制圧するぞ。ラジャー、ここは俺たちのターンだ。やれやれ、任せておけ。俺の番だな。僕の番か。僕の出番かな。聖杯のメダル。我が深淵にてきらめく青金の刻印よ。四季の金曜と結びつきて偽りの記憶を彼らに。これは教会に伝わる暗示の術の類のようだ。何やら不思議な力も使っている。君たちは先ほど大型の幻獣の接近を確認した。なんとか撃退したはいいが、全員が負傷してしまったため一時的に帰投することになった。バニングスの姿は見ていないし、当分現れそうな気配もない。現れそうな気配もない。ただの暗示の術ならば、あそこまで具体的に操れまい。察するに、スティグマの力を利用したというところか。さすが伝説の聖獣だね。スティグマ？うわ、ちょっとした昔のトラウマってところさ。いずれにせよ、完璧ではないから、2、3日で暗示は解けるだろう。そうか。ワディさん、ファイト。ティオ。ふん、無事のようだな。やれやれ、一安心だね。よかった。病院にいるって言うから、一体どうしたのかと。大丈夫か？怪我とかしていないか？ロイドさん。ロイドさん。今までどこに？拘置所に捕まってるって聞いて、脱走して軍の人たちに追われてるって暴力ネットで見かけて、私ずっと心配で。ティオ、ごめん、心配させちゃったみたいだな。でも、もう大丈夫だから。ザイトやワジの助けを借りて、クロスペルに戻ってきたから。だから、安心してくれ。
やわ、ラブラブですね。お邪魔するのはちょっと気がとがめるけど。セシルね、それにフラン。お久しぶりです、ロイドさん。本当によく無事で、心配したわロイド。ごめん、みんなに心配をかけて。でもフラン、すっかり元気みたいだな。はい、もうとっくに怪我も全開しちゃってます。まあクロスベルがあんなことになってしまったので。そうか、でも本当によかった。ところでおじさんのその格好は、サイトも今までどこに。まあいろいろあってね。とりあえず今までの経緯を一通り説明させてもらおう。今のってどうしたんですか。いや、どうしたって。ひょっとしていつも言葉が分かってたから気づいていないとか。サイト、どうして人間の言葉を喋ってるんですか。私たちの住むクロスベル、過去にいろいろな経緯があって今があるということは分かったわ。この状況もキーヤちゃんのことも。ああ、俺の望むことは二つだけだ。未だ見えていない真実をこの目で確かめること、そしてみんなを解放してキーヤを取り戻すことだ。二つだけとか言いながらとんでもなく大変そうだけどね。まあ性分なのだろう。ねえ、それがロイドさんだから。私の心もロイドさんと同じです。支援課のメンバーとして、何よりキーヤの保護者として、どうか連れて行ってください。ありがとうティオ、遠慮なく力を貸してもらうよ。でもどうしてティオはここに連れてこられたんだ。多分マリアベルさんかアリオスさんの指示だと思います。支援課のメンバーは分断して、それぞれ別の場所で監視する。下手に一緒の場所に置いておくと、団結してキーヤに働きかけかねないと思われたんでしょう。なるほど、となるとエリーとランディもそれぞれ別の場所にいそうだな。うん、クロスベル市にいたら解放するのは不可能だけど、ティオがここにいたってことは市外にいる可能性は高そうだね。そうね、4人をキーヤちゃんに近づけないようにしているみたいだし。あの、私も一緒に連れて行ってくれませんか。フラン、フランさん。オペレーターならそこそこできると思うんです。なんでもアジさんの飛行艇で移動しているそうですし、どうかお手伝いさせてほしいんです。フラン、ロイドさん。うん、確かにメルカバも人手不足だから助かるんだけど、こればっかりはロイドに決めてもらわないとね。フラン、君のお姉さんは現在国防俺たちについてくるということは、ノエルと対立すること、それは分かっているのか。はい、もちろんお姉ちゃんと争いたくなんてないですけど、それでも私だってクロスベル警察の警察官です。こんな危機的な状況放っておくわけにはいきません。そうか、わかった。
よろしく協力を頼むよ。ありがとうございます。フランさん、よかったですね。アッパスの仕事も少しは楽になりそうかな。話がまとまったみたいね。ああ、そろそろ行くよセシルね。ええ、くれぐれも気をつけてね。私は直接みんなの力になってあげることはでき、ここで仕事をしながらみんなの無事を祈っているわ。ありがとう、それで十分だよ。セシルさん、どうもお世話になりました。私なんてずっとお世話になりっぱなしで。かわいい顔が台無しよ。そういえばフランさん、荷物をまとめなくていいの？着替えくらいは持って行った方がいいんじゃないかしら。賑やかになりそうだな。メルカバの中も少しは華やぎそうだね。そういえば、よかったら待っている間、イリアとドノバンさんに挨拶でもしていく？もしかして二人とも？ええ、無事目を覚ましたわ。イリアさんの方はまだ歩けないみたいですが。そうか。ただ待ってるのもなんだし、お邪魔してみようか。ああ、そうし、私もお付き合いします。うん、病人を混乱させそうなので、私はここで待っているとしようか。
間かしら。どうぞ入ってくれ。失礼します。ああお前ら支援課じゃねえか。お久しぶりです。あれ、そちらの美人はどなただい。もしかして合いびきのお邪魔をしちゃったかな。再会していきなり何言い出しやがる。和人、お前な。こちらは競馬の奥さんのファラさんです。少し前にお見舞いに来てからしばらく滞在しています。はじめまして。いつも主人がお世話になって、主人やティオさんから時々話に聞いていたけど、とても面白い人たちみたいね。お褒めいただき光栄だよ。多分褒めてるんじゃないと思うけど。まあ積もる話もあるだろうが、一度事情を説明しちゃくれねえか。ええ。うん、思った以上に大変なことが起きてやがるな。それに聞いた限りじゃ、ここであったことも本部には報告しない方が良さそうだな。はい、そうしていただけると。まあ僕はどっちでもいいけど、ロイドは指名手配されてるだろうからね。まあ、とにかく警部、クロスベル市内の状況はどうなっていますか。うん、俺も見舞いに来たレーモンドから聞いただけだが、クロスベル警察は国防軍の下部組織として完全に取り込まれたそうだ。業務内容は変わっちゃいないが、今は市内での雑用ばかりに駆り出されてるらしい。やはりそうですか。まあ現状を考えると仕方ないだろうけどね。でもそんな体制、さすがに反発があったのでは。ピエール副局長はともかく、セルゲイ課長やダドリーさんが黙って従っているとは。ここだけの話だが、どうやらセルゲイやダドリー、レーモンドも含む警官たちが密かに動いてるらしい。課長たちは？あくまで極秘裏だがな。気を伺いつつ、なんとか現状を打開する方法を探しているってところなんだろう。誰も彼もが黙っている玉じゃないってことか。希望が見えてきたかな。ああ、今のところコンタクトを取るのは難しそうだけど、俺たちは俺たちなりに現状を打開する術を。それでこそお前らだ。実際かなり厳しいだろうが、なんとか決まってみてくれ。俺も復帰したらすぐにでもセルゲイたちに合流して。ま、あなたったら。今は彼らやレイモンド君たちに任せて、ゆっくりと体を治しなさいな。完治するまでは私が絶対に無理なんかさせませんからね。頭が上がらないみたいですね。
奥さんに恵まれて警部も幸せ者だね。荷物はまとめ終わったのか？ええ、この通りです。フランさんの制服姿も久しぶりですね。私もだよ。皆さんはドノバン警部のお見舞いをしてたんですか？ああ、今終わったところだ。フランも警部の見舞いに。ええ、退院する前に一通り挨拶しておこうと思う。特に警部には危ないところを助けてもらいましたし。そっか。はい。さて、それじゃあ僕たちはイリアさんの方のお見舞いな。本当にお久しぶりです。すみません、お見舞いなのに手ぶらで来てしまって。もうそんなの気にしないでってば。ほらほら、三人ともこっちにいらっしゃいな。あ、ファンからのお菓子とか勝手に食べちゃってもいいわよ。クッキーとかだったらまだ賞味期限内だと思うし。それでは失礼します。そっか、君たちもいろいろ大変そうね。クロスベルそのものがとんでもないことになってるのはいろいろ聞いてはいるんだけど。はい、まあ確かにとんでもないとしか表現できない事態だよね。うん、足が動かないのがもどかしくて仕方ないわね。アルカンシェルの様子とかこの目で確かめたいんだけど。そのイリアさん、体の方は？ああ、うん、セイランド先生は歩けるようになるかどうかも現時点ではわからないだって。まあ 100% 無理って断言されたわけじゃないけど。そう。ああ、もうそんな顔をされたらこっちまで暗くなるじゃないの。あのね、ダメって思い込んだらそれだけで可能性はなくなるのよ。え、舞台にしてもそうだけど、どこかに必ず答えはあるの。どんなに苦しくても絶望的でも一筋の光明は絶対にあるわ。諦めない限りきっとね。すごいね、あなたは。別にすごいとか言われるほどのものかしら。第一ね、話を聞く限りあなたたちの方が大変じゃないの？それは確かに、普通に考えれば恐ろしく困難な道のりかと。同じよ、同じ。人って大切なもののためならどこまでも頑張れる生き物だしね。程度の差あれ、それが人の強さなんだと思う。人という生き物の強さ。なるほど。まあ私はその中でもかなり欲張りな方だと思うけど、それでも本質的なところは他の人たちだって同じだと思うわ。うちの劇団員たちも。イリアさん。あの子に会えたら伝えておいてもらえない？あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？リーシャに会うことができたら必ず。
その言葉を伝えます。ええ、頼んだわよ。本当とんでもないね。さすが炎の舞姫なんて呼ばれてるだけはあるな。むしろ舞台の太陽の姫そのものかと。私もここに連れてこられて何度か話しているんですけど、セシルさんともどもすごく元気づけてもらいました。そっか、本当に何とかリーシャも見つけられればいいんだけどな。まあそればっかりはエイトスの巡り合わせだろうね。フランさんに声をかけてそろそろ戻りましょうか。ああ、出来場の隙間を新たに感知、そちらにデータを送ります。はい、了解です。座標特定できました。クロスベル北東エリア、アルモリカ村近辺です。すごいな。随分と助かる。プラトーの感応力はもちろんだが、専門のオペレーターがいると艦の運用効率が格段に上がるな。まだまだ未熟ですけど。これからは効率的に降りられる場所を探せそうだね。それでどうする？このまま新しいポイントに行ってみるかい？ああ、アルモリカ村の様子も。機関最大目的地アルモリカ村上空、警戒態勢を維持しつつ目的地へと向かいます。さて、無事降りられたけど、しかしここって村のレンゲ畑だった場所だよね。なあ、ずいぶん様子が変わってるけど。これもキーヤが覚醒した影響なのかもしれません。サイト、幻獣の気配はどうでしょう？今のところ出現する気配はなさそうだ。当面はあの法人を頼りにしても問題なかろう。わかった。とりあえずトルタ村長に挨拶した方が良さそうだな。はい。なるほど、そんなことがあったのか。最初そちらの狼殿と共に訪ねてきた時は腰を抜かすかと思ったが、どうやら私の配慮不足だったよ。いやいや、伝説の神郎殿にこうしてお目にかかれるとは。村には国防軍とやらもほとんど来ることはないし、好きなだけ滞在してくれるといいじゃろう。ありがとうございます。とても助かります。
しかし病院の方でも批判的な人は多かったけど、ここでもディーター大統領はあまり評判が良くないみたいだね。うん、もともとこの村とは縁の薄い人物ではあるからな。独立国などと言われても全くピンとこぬし、例の幻獣が現れたせいで農作物の収穫も落ち込んでおる。なのにたまに国防軍とやらが見回りに来る程度の対応じゃ。そうでしたか。存在すぎますね。町の者が周辺の村里を顧みぬのは世の常。しかしどうもそれが行き過ぎているようだな。うん、わしも正直ついていけないものかといって、この村の影響力などクロスベル市の人口に比べればあってないようなもの。正直どうしたものかと考えあぐねていたところじゃよ。厳重についてはこちらも気をつけておきます。それ以外にここ最近で何か困ったことはありますか？村の治安や雰囲気が悪化していたりとか。いや、幸いにしてそこまでには至っていない。今は村全体で協力してこの困難を乗り切っていこうと頑張っているところじゃ。ハロルド君の一家も協力してくれているしね。ハロルドさん、こちらに一家で来ているんですか？うん、ちょうど異変の時一家で遊びに来ておってな。その後すぐに街道の移動制限が出されたからそのままとどまっているんじゃよ。そうだったんですか。ハロルド君の一家なら宿の2階に滞在しておれ。よかったら顔を出すといい。ええ、わかりました。早速訪ねてみようか。私のことだろうか。ナイスな故障かと。新郎も肩なしだね。ロイドさんたちが逮捕されたという噂を聞いて本当に心配していました。何でも脱走犯として指名手配されたそうですが、ご無事そうで本当によかった。ありがとうございます。あの、他の支援課の皆さんはどうなさったんでしょうか？残念ですが離れ離れになっています。詳しい居場所もわからない状態で。そうでしたか。心配ですね。ハロルドさんたちは異変の時ちょうど村を訪ねていたみたいですね。ええ、最初は何が起こったのやら皆目見当がつきませんでした。わけもわからないまま街道の移動制限が出されて町にも戻れなくなってしまって。でも村の方々には本当にお世話になっています。宿のご主人はほとぼりが冷めるまで滞在していくよう言ってくださって。
リンも村の子供たちとすっかり仲良くなったみたいで。カミーユ君やプーリーちゃんがいっぱい遊んでくれるんだよ。ワンちゃんも今度一緒に遊ぼうね。考えておこう。ありがとうございます。まあそういうわけで、私も恩返しに村のお手伝いをさせとは言っても、時々訪れる国防軍との交渉を引き受けるくらいなのですが。いえ、この状況下だととても大切な役割かと。ハロルドさんのようなベテランの商人なら交渉もかなり慣れているでしょうし。本当に大したことはないんです。そうだ、国防軍と交渉している時に気になる話。ええ、何でもこの辺りに正体不明の抵抗勢力が潜んでいるそうなんです。何度か国防軍の部隊が襲撃に遭っているらしくて。へえ、この状況下でそんなことをする人間がいるのか。何者かは分かりませんが、非常に有益な情報ではないかと。確かめる必要がありそうだ。ハロルドさん、抵抗勢力というのはどのあたりで目撃されてるんですか？どうやら鼓動の途中にあるアルモリカ古戦場のあたりで目撃されているようです。国防軍も定期的に巡回しているようですが、成果は上がっていないようですね。アルモリカ古戦場、かつて幾度となく血が流され、教団が本拠地と定めた宿業の地下。あの遺跡には隠れた通路なども多い。抵抗勢力とやらが身を潜めるのには。何が待ってるかわからないけど、準備を整えて行ってみるか。じゃあ古戦場に行くってことでいいのかな？ああ、その抵抗勢力というのが何も、ひょっとしたら俺たちとも連携できるかもしれない。そうですね、探ってみる価値はある。ならば向かうとしよう。Thank you.
さてと。先生、はい、よかろう。俺の番だな。えいっと。はい、そこです。先生、よかろう。行くぞ。えいっと。はい、えい。敵集団撃破しました。まあ教団の本拠地があったし、無理もない場所だとは思うけど。ハロルドさんの話によると、ここで何度か国防軍の部隊が。かすかに匂いはするが、気配を誰が潜んでいるにせよ尋常な相手ではある。そうか、厳重の危険もある。警戒しながら捜査。了解です。アロンジ、一気に行くぞ。よかろう。チャンスだ。よし、畳みかけ。よし、もう大丈夫だ。やっと。さあ、始めるとしようか。了解です。駆動、行くよ。はい、よかろう。
るとしようか。了解です。僕の番か。はい、そこです。うん、任せておけ。行くぞ。行くよ。よかろう。まだまだいける。最高。先制可能。始めましょう。えいっ、私の番です。えい。やれやれ。ちょちょ、うん、任せておけ。やれやれ、終わったか。よかろう。セット。さてと。セット。私の番です。えい。うん、任せておけ。よし。えい。はっ。やれやれ。シュシュ。はい、そこです。よかろう。セイ。はい、はい、さあ、これもみんなの勝負ですね。Thank you.
気に行くぞ。やっ、ディア。行きます。タア。敵集団撃破しました。一気に落とすよ。よかろう。もらった。まあまあだったね。グッジョブです。さあ、始めるとしようか。いいね。チャンスだ。よし。よし、上出来だ。グッジョブです。データ収集を開始します。やっ、はい、私の番です。そこです。行くよ先生。うん、任せておけ。よし。はい、さあ。先生。任せておけ。行くぞ。よし、私の番です。さあ、戦闘終了。やれやれです。さあ、始めるとしようか。えいっ、はっ、はい、タア。僕の番か。キュキュッ。任せておけ。行くぞ。えいっ、はっ。これが俺たちの力だ。始めましょう。よかろう。チャンスだ。よっ。よし、上出来だ。グッジョブです。セイト。一気に落とすよ。よかろう。エヌグマ駆動。さてと、私の番です。そこです。よかろう。よし。
よかろう。行きます。えい。やれやれ。悪いな、先に行かせてもらうよ。えいっ！よし、一気に行くぞ。よかろう。はい、もらった。まあまあだったね。グッジョブです。さあ始めるとしようか。やっと。さてと、た敵集団撃破しました。罠だったみたいだね。赤い星座。気配を消していたのはこやつらだったか。目当てに逃げられて当てが外れた気分だったが、代わりの獲物が飛び込んできてくれるとはな。ランドルフ隊長の同僚か。捕らえておけば大統領や国防部にも恩が売れそうだ。ダメ、軍用魔獣多数の構成です。なかなか歯応えがありそう。じっくり確実に削っていく。我々の方位からどこまで持ちこたえられるか見せてもらうぞ。望むところだ。全力で方位を突破する。危険だ。手ごわいです。わかった。任せておけ。よかろう。
私の番です。さあ。やれやれ。先生。はっ。任せておけ。行くぞ。やっこ。行くぞ。えいっ。やっ。まだまだいける。なかなかやる。さすがに国防軍とは一味も二味も違うね。当然だ。我らは赤い星座、大陸全土の戦場をかけ蹂躙してきた修羅の一党だ。かのウロボロスですら戦場では我らにはたとえそちらの狼が巨大な化け物に変わってもよっほう。サイトのことまでタッパスに連絡を入れておけばよかったかな。お前たちがこの包囲を突破できる可能性はゼロだ。このまま殴られるか投降するか。やれやれ。ゼロというのはさすがに言い過ぎではないですか。沙織。それは貴様らが我らを捕らえ損ねただけだ。うわ。貴様らをひるむな。戦闘力ならこちらの方が。いいやはりクロスベルギー。まだその程度の数で私たちを狩ろうとは兵衛も名乗れたものですね。どうする客人がいるので、このまま見逃してやる。我らを狩るつもりなら倍の数は連れてくる。それと千騎殿かブラッディ・シャーリーさんに来ていただかなくては、せっかくおもてなしをする甲斐がないという。伝えておこう。後悔するなよ。扉を開けろ。撤退する。やれやれ。さすがに結構ピンチだったかもね。お役に立てて。お久しぶりですね、ロイドさん。みサオさん、それにリーシャさん。そうか、彼らと一緒にいたんだ。はい、ここではなんですから、場所を移しましょう。せっかくの再会ですし、見晴らしのいい場所に行きましょうか。教団の跡地もありますし、身を潜めるには好都合ですから。蛇の一団が巨大な鐘を設置する様子も観察できましたよ。あの博士がいた現場ですか。中央広場にあったゼロの至宝を完成させる儀式に使っていた巨大な鐘だね。何らかのアーティファクトなのは間違いないと思うけど。ちなみに鐘は再び撤去され、クロスベル市に戻されたようです。現在、この地にいるのは、我ら兵ゆえのみと言えるでしょう。インドの除けばですが。リーシャ。ロイドさん、今はどうか見逃してください。この地で、私が行ってきた数々の違法行為、捕まるわけにはいきませんが、せめてこれ以上迷惑をかけないようカルバードに帰るつもりです。ことを成したら
きっと。それは復讐ってことか。あの人たちは何よりも大切なものを奪った。みんなの太陽を、かけがえのない希望を。決して許されるものではありません。そこで破棄した契約を再び交わしてくださったのですよ。強敵たる赤い星座に協力して対抗するためにね。なあリーシャ、イリアさんが目を覚ましたのは。本当ですか？はい、異変のすぐ後に意識を取り戻したそうです。すっかりとは言いませんが、すごく元気そうですよ。エイドスよ、ありがとう。あなたの慈悲に感謝いたします。よかったじゃないです。まあ聞いた話では下半身不随でステージ復帰は絶望的だそうですが。あんた、とっくにその情報は掴んでいたみたいだね。インドのは知りたくないとおっしゃっていたので、あえてお教えしていませんでした。サオ様、何もそのような。インドの、どうか誤解なさらないでください。あなたを気落ちさせたくないというサオ様なりの心遣いで。弁解は無用です。それに何を聞いたところで私なりのけじめをつけてからクロスベルの地を去るだけです。私どもとしては非常にありがたい話です。ロイドさんたちもお互いの事情はあるでしょうが、戦うべき相手は共通しています。ここはぜひ協力関係を結ばせていただきたいところですね。ええ、別に構いませんよ。ただしリーシャは引き取らせてもらいますが。ロイドさん。ほう。リーシャ、イリアさんからの伝言だ。あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの。イリアさんはさ、全然へこたれてなかったよ。最初は不安を感じながらも、あえて強がっているのかなって思ったんだけど、絶対に舞台に復帰する、そう信じて疑ってないみたいだ。それがどれだけ大変なことかもちゃんと理解した上で。まあ正直、あれだけの信念を貫くのは難しいとは思うけど。それでも話を聞いているだけで。イリアさんがそんな意気込みで舞台復帰を目指している中、君にとって一番大切なものは何だ？赤い星座への復讐か、受け継いできた陰の道か、それとも。そんなの言えるわけ、言えるわけないじゃないですか。血塗られた私が、闇に生きてきた私なんかが。ごまかすな、リーシャ。俺は君に本当に大切なものは何かと聞いて、頑張らずにはいられない。君の魂が求めずにはいられない。大切なものは何なんだ？そんなのアルカンシェルに決まってます。私はまたあのステージで踊りたい。エリアさんやシュリちゃんや劇団のみんなたちと、ただそれだけなんです。そっか。そうそう。Ha ha 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 ha
さすがはロイドさん、見事こちらの段取りをめちゃくちゃにしてくれましたね。いや、この場合イリア城の勝ちというべきか。やられましたよ。見事にやられました。サオさん、言い訳はしませんよ。本当はこの上なく、今後の協力もありますし、今回は引いておきましょう。インドの、いえ、リーシャ・マオさん、ヘイユエとの契約は、今回については終了しましょう。どこに行こうが、どうぞご自由に。サオさん、ありがとうございます。あくまで今回は、諦めたというだけですか。私は、ヘイユエが高みを目指すのは、まあ、せいぜい、気を抜かずに舞台に励むといいでしょう。私、絶対に諦めませんから。はぁ、ロイドさん、どうもお疲れ様です。まさかあそこで、あんな風に持っていくとはね。さすが司法の巫女に懐かれるだけはあるようだ。いやいや、ただ伝言を伝えただけさ。でも、なんとか伝えられてよかったよ。ところで、ロイドさん、この私の不満は一体、どこにぶつければいいのでしょう。え？そうですね。リーシャさんに去られる代わりに、あなたにヘイユエに来ていただきましょうか。いろいろ期待外がありそうですし、素晴らしい戦力になってくれそうだ。サオさん、あなたのトーファーにしても、我らの憲法を収めればさらなる高みに行けるでしょう。いや、お言葉はありがたいですけど。モテモテだね。これはうちも負けずに勧誘しておこうかな。ワージさん、冗談に聞こえません。気づいていそうだね。マインツ方面といえば、ヘイユエとは異なる勢力がレジスタンスをしていたはずです。何でもリーダーは国防軍の現状に異議を唱えた元警備隊メンバーだそうです。そうなのか。てっきり全ての隊員が国防軍になったと思っていましたが。まあ無理もあるまい。警備隊に甚大な被害を与えた赤い星座が大手を振って動き回っているくらいだ。その欺瞞に耐えられない者が出てきても不思議ではなかろう。それじゃひょっとしてお姉ちゃんも。いや、残念だけど、それはノエルが全てを飲み込んでいる。今のクロスベルを守るという道を選択したその決意、簡単には負けないと。そうですよね、お姉ちゃんって本当に強くって不器用ですから。フランサ、ま、いずれにせよそのレジスタンスってのにはコンタクトしておきたいね。場合によってはヘイユエともども力になってくれるかもしれない。なあ、とにかく降りてみろ。そういえばリーシャ、その前にウルスラ病院に寄っておくか。イリアさんは君にとても会いたがってたよ。いろいろあるとは思うけど、元気な顔を見せてあげたらどうだ。いえ、やめておきます。
私はまだイリアさんの前に胸を張って立てませんから、せめてクロスベルシを解放してアルカンジェルを取り戻すまでは我慢させてください。そうか。もどかしいですけど気持ちはわかる気がします。ごめんなさい。あ、もちろんご用があればウルスラ病院に行くのは構いませんから。私はその病院前で待たせてもらいますけど。ああ、わかった。それにしてもリシャ、やっぱりこちらがすまんな。